市独自の感染拡大警戒宣言を発令していた浜松市は、市内の感染者が減ったことなどから、今月20日に宣言を解除すると発表しましまた。浜松市では、ゴールデンウィーク明けに感染者が急増したことを受けて、先月26日に不要不急の外出自粛などを求めた市独自の感染拡大警戒宣言を出していました。 先月は市内の1日の感染者数が40人を超えることもありましたが、今月14日には感染者がゼロになるなど、国が定める警戒ステージ3を下回る水準におおむね達したことから、20日に宣言を解除すると決めました。浜松市の鈴木市長は、引き続き基本的な感染予防策に緊張感を持って取り組むようお願いしますと、市民に向けメッセージを出しました。